はい。どうも皆さん、こんにちは。ザ・ロング・ダーク、久しぶりにね、やっていきたいと思います。で、今回からですね、ナンパとかかけて、山の方にね、行きたいと思います。なんとね、2015年の12月ぐらいのアップデートで、山がね、追加されたんですよ。ウルフなんたら山っていうね、まあ、下にテロップ出てると思うんですけど、そこにね、行きたいと思います。で、なんかね、このザ・ロング・ダークの最終ステージみたいな、そういう場所らしいんでね。行きたいと思います。で、ここ、マップとかないんでちょっと説明しにくいんですけど、ここね、ケビンの時に、生活してたところですね。で、あそこら辺の木の陰に隠れてクマを撃ったら、まあ、殺されたと いう感じですね。で、山はどこにあるのかというと、この角度。この家の玄関の正面をね、こう見る感じで、こう見て、あっち側、木がね、いっぱい生い茂ってる方向にあるはずです。西側の方にね。そんなわけで、こっちに向かって走り出したいと思います。ちょっと天気が悪くてね、どの山なのか見えないけど、まあ、まだ日暮れまで12時間で、かなり朝の早い方なんでね、天気が晴れてきたら見えてくるかなというとこですね。アイテム的にはかなりギリギリまでちょっと持っちゃってるんですけど、まあこういう感じ。で、服のこの装備が何かがないんで、確か帽子がないんだったかな。完全体ではないんですよね。これで山に登っていいのかっていう、ちょっとそういう風もね、考えたんですけど、なかなか装備がね、見つからなかったので。こっちで合ってんのかな？よいしょ。なんか壊れた家の後ろの方に、そのロープがあって、そこからロープを伝って山の上に登っていくということなんですけど、クマいるな。こっちで合ってんのかな？ちょっと、早送りとかね、しながらやっていきたいと思います。ここだわ。これじゃね？あ、これですね、これだ。ロープありますね。おー。ここですね。あー、あったあったあった。ちょっとこういうアイテムとか。お、靴下ある。装備がね、本当にないんで、欲しいな、装備。あ、ちょっと寒いので、ここ、巻き取って、よいしょ。火をつけようか、一回ね。一回火つけて温まりつつ、よしよしよし。この靴下は布にしちゃおうか。オッケー。こうやってね、布を取ってちゃんと服とかね、修理した方がいいということだったので。これね、ウィンターコートとあとマフラー、セーター、ミトン、タイツは、ここの5つはね、ある程度、修復しましたね。ほとんど100%。靴下も、修復しました。まあそんなとこかな。ちょっといらないアイテム持ってきちゃったな、これ。ノコとかハチェットとか置いてくればよかったね。そんなところかな。軽い空腹と口の渇きがあるな。よいしょ。ビーフジャーキーを食って、飲み物は水いっぱいあるんでね、水を飲んで。よし。あと薪をこの中にぶち込んで、OK。暖を取って、よし、あったかくなってきたぞ。あ、天気晴れた晴れた。おー、いいねいいね。まあ、ある程度あったかくなったんで、もう行こうか。よいしょ。体感温度は10度。ちょっと離れると、マイナス9度 下がっちゃうね。さあ行こう。おお、これ登れんのかな、この人。あ、お、
登れてる登れてる。すげえ。これスタミナ切れたらどうなんの？大丈夫これ。スタミナ右上。まあ、大丈夫か。多分切れないようになってるはず。よいしょ。ここが難しいとこだな。オッケーオッケー。いいね。おお。ちゃんと巻かれてる岩に。よし。よしよしよし。疲れが半端じゃねえことになったけど大丈夫かこれ。そりゃ疲れるよね。女性だしさ。30キロのものを持って登ったわけだよね。すげえ体力だよ。あ、あとあれだね。寝巻き持ってきて、寝巻きじゃないな。寝袋持ってきてないので、ちょっとどうしようかなっていう。山に寝袋あんのかな？まあ、登山者の、こう、家みたいなのあるはずなんで、そういうところで休めればな、と思いますね。道が、あ、あるね。どの山なんだろうね。登ろうとしてんのは。これかな。見えないかな、こっからじゃ。お。来たぞ。ティンバーウルフ山。ティンバーウルフ山ですね。どれなんだろう。あれかな。さあ、ザロングダークの最終ステージみたいなところですから、ここ。って書いてありました。記事にね。この先か。多分洞窟になっちゃうと思うんだよね。燃料とかそんなにない、全然ないわ。うん。発煙筒とマッチと、あと松明がちょっとしかないんで、装備不十分すぎるかな、これ。まあでも、アタックするだけしてみようじゃないかっていうね。あれかな？あれっぽいな。うん。ああ、なんだあれ。飛行機の残骸？ああ。まあ、一応主人公とかはその飛行機事故で墜落したところでね、生き延びてるっていう設定なんで。あ、着陸装置だ。ランディングギアって書いてありました。お。残骸がそこら辺にいっぱい落ちてる。はあ。これは？これも残骸だわ。羽の部分かな？どこの部分だろう？その肝心のなんか機体の中心みたいなとこはどこ行ったんだろうね。どっかに引っかかってんのかな？うん。ん？あ、あそこにあるわ、機体の。あれあれあれ、あれだ。ってことはあそこがティンバーウルフ山の頂上ってわけだ。はぁ。広くない？広いな。どっから行けんだろう？こっち？いや、こっち道なさそうだぞ。うん、あそこ急だし。どうだろう。いや、行けそうかな。あ、なんか実績を解除したぞ。あ、いけるね、こっち。あ、カラス。カラスあれ倒せんのかね、ライフルで撃って。もうカラスとか基本的にショットガンじゃないと、あれだよね、倒せないと思うから。うわー、すげえ。あー、なんか、なんていうんだろう、この威圧を感じるというか。山登ってみたいんだよね、一回だけでもいいから。富士山とか登ったことないんで、ね、近くの山しか登ったことない。ああ。本当に登山用の格好をしなければならないぐらいの山に一回登ってみたいですね。どういう感じなのかっていう。こっちかな。道がわからんな、これ。
だいぶ明るいね。これこんなに明るかったっけ？ガンマみたいなのあったかな？ないね。相当雪がテカってますね、これ。眩しい。さあ、近づいてきたよ、これ。標高高くないんかな、あんまり。頭なんもつけてないからね、この人。頭装備なしでなんか来ちゃったみたいな感じになっちゃってる。パート何歩かかけるとか言ってたけど、普通にこれ、今回でいけそうですね。道がわからんな。すげえ、ゴツゴツしてるね。あそこの、ここ登っていくの？まさか。いや、そりゃないと思うな。登山用ピッケルとか、靴とかないと無理でしょ、これ。そういうのはないね。一応近づいてみようか。もしかしたら、この、ロッククライミングするっていう選択肢が出てくるかもしんない。いや、これ無理だろ、さすがに。さすがにロッククライミングするっては出てこないね。どうやって登んだろう。山の裏の方に回んのかな。やばい、重量オーバーしてんじゃん。あー、ちょっと休んでないからだんだん持てる重量が減ってきてる。やばいやばい。ビーフジャーキーを食って。なんかいらないもの捨てようか。これ持ってきちゃったんだよね。この乾かそうとしててる白樺の枝。あといらないのはな、金属のことか置いてっちゃおうか、もうここに。ハチェットはいりそうだな。金属のこ置いてっちゃおう。あんまり鉄くずとか使わないからね。そこら辺にあるはずなんだよな、ヘリの残骸が。ちょっと休憩する場所も見つけないとやばいですね。休憩する場所見つけて今回終わろうか。あれ？あそこに岩、あれ？ロープ巻きつかれてね、あそこの岩に。あれ？ 降りれるのかな、まさか。違うところに。ここ危ないな。これ大丈夫かな？捻挫するかもしれん。あべ。大丈夫、大丈夫。よいしょ。違う大地に降りれる可能性がありますね。あるわ。一回違う大地に降りて、遠回りして、山の後ろに回れってことかな。そういうことか、これ。やばい、重量がやばい。マジでやばいぞ、そろそろ。休まないと。から家みたいなの見えればいいんだけど、家みたいな、ないな、全然ないな、これ。いや、回り込むにしてはちょっと崖になってるぞ。あ、ここ坂道っぽくなってるね。ちょっとここ登ってくんだ、多分。やばいね。登山者の小屋みたいなのがあるのを画像で見たんですけど、ここ登ったところにあってくれ。そろそろやばいな、重量。やばいやばい、これ疲れのゲージなくなっちゃったら、どうなんの？死ぬ？心配だな。ライフルとか置いてくればよかったな、本当に。4キロもあるわ。とりあえず水とか飲んでできる限り、重量をね、減らして。よし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 。いやー、やばいぞ。これ食おう。腹もうほとんどいっぱいだけど食おう。
よし、食ってる食ってる、オッケー。まだ、あとちょっと、あとちょっと、水飲もう。あれ。あら。なんか置いていこう。ここら辺の置いていこう。よし。この重量が持てなくなる前に、つこう。持てなくなった。持てなくなったぞ、もう。やばい。ちょ、これ本当にやばいな。どうしよう。あ、うさぎちゃん。うさぎちゃんについていけばいいのかな？あー。頼む、家あってくれ。小屋あってくれ。頼む。いってぃ。なんで手首捻挫した。なんで。何もしないぞ、今。エンジンあるわ。エンジン。エンジンあるだけだな。小屋ないな。小屋。やばいやばい、捻挫したし。ライフル持ったからかな。え？ライフルって持つと捻挫するの？マジか。それ知らんかったわ。大丈夫。捻挫する場合があるってことだよね、多分。疲れてるからかな。うわぁ、エンジン。あそこの上に残骸があるはずなんだよな。小屋ない？あれ？小屋ないとやばいぞ、これは。エンジン。おー、エンジン一つでもちゃんとロケーションとしてなってるんですね。待って、マジでなんもねえ。やべえ。これはやばいぞ。あ、洞窟がある。ちょっとあそこの洞窟に寝袋があることを祈って、入ろう。ここは多分休憩する用の洞窟のはずなんだよ。あれ続いてる？これ奥まで。あ、続いてるわ。やばくねえか、ちょっと。フレア使うしかないな。こわ。進むしかない。暗い。めっちゃ暗い。あ、こんな暗かったっけ、これ。前よりも断然に見えないんだけど。え？ここ何？ここ何？前が見えないわ。え？なにこれ、なにこれ、坂道みたいになってる。ちょっと待って、どっから降りるの？投げようか、フレア。あ。え？なんで？どういうこと？これ。あ、明るい。松明の方が明るい。え？ここ何？あ、こっち？え？フレア投げられるからいいよね。うん。ちょっともう洞窟いいから早く寝袋が欲しいんですけど、私は。やばいんだけど。洞窟の中で寝袋を見つけられればすぐにでも休めるんですけどね。あ、やばい、切れた。やばいぞ、これ極限状態じゃない。ちょっと、うん、この先かな。物資あってくれ。危ない。さっきみたいにちょっと落ちるとこだったらもう死ぬから、ほんと。え、暗っ。あ、なんもないわ。出口。出口欲しいよ。あ、セッター。あー、バックパックとかあるけど。着火剤、水のボトル。水はいらんな。ソーダもいらんな。え、この人いたってことはちょっと何かしら。あ、松明ある。遭難者の投資隊。あ、これいいんじゃない？羊毛セーター。あと松明。ちょっとやばいな。
本当に。あー、ダメだ、これ。進むしかないか。あれ？こっちかな？明かりが、一筋の明かりが見える。ちょっと待って、この辺にさ、寝袋、ないか。ちょ、今は、体力がない。これ、入り口に戻ってきてる、まさか。そういうわけではないな。だとしてもちょっと、こっち、やばくない？これ。ライフル捨てるか。ライフル捨てるかも、これ。この先なんかあんのかな。待てよ、こっちなんか戻ってる気がする。どっちに進めばいいんだ。やべえ、もうライフル捨てるわ、もうこれ。ライフル捨てるわ。よし。くっそ、寝袋持ってくの忘れた。持ってないよね、まさか。持ってないな。ライフルすまんな。ここに置いていることを忘れないでおこう。またね、いずれ。取りに来れたら、取りに来よう。頼む、小屋みたいになってくれ。エンジンだな。でもさっき見たエンジンとは違うぞ。さっきのエンジンじゃないな、これ。うん、新しいロケーションなんで、さっきのではない。え？本当に小屋なくね、これ。やばい、やばい。疲れ切っている。くそー。頼む、そこに洞窟みたいなの見えるけど。寝袋があってくれ。寝袋が欲しい。こだま渓谷。はあ、ここ休む専用の洞窟。寝袋はないな。焚き火用の薪だ。どうするよこれ。児玉渓谷の、なんか山にも向かってないな。もはやこれ、どこに向かってんだろう。山登んのに渓谷行っちゃってるな。迷路地見てるね、ちょっとね。ただ重量はもう大丈夫だから。あとは歩くだけ。歩いて小屋を見つけるだけだ、もう。もはやどの山の上に飛行機の機体があるかも。わかんねえな。ちょっと厳しい。やばい、やばい、やばい。やばい。23キロしか持てない。7キロも持てなくなってる。こういう場合どうしたらいいんだろう。休憩場所探すしかないんだけど、休憩場所がない場合はどうしたらいいんだろう。なんもねえわ。待って待って。ここら辺に山小屋はないだろう。寝袋で休まないと回復しないはずなんで。寝袋で休むか、ベッドを見つけるか。いや、なんもないな。この先行き止まり？これ。え、行き止まりか、まさかの。タイムロスすぎるな。
ぞー厳しいぞ。確かこっちの方にそこのこの間に道があるので、進んでんのか戻ってるのかちょっとわかんないね。うん、戻ってはないと思うけど、進んでるにしてもちょっと進んでるかわからないっていう、ね、状態でございます。はい、体感温度的にもちょっとやばいな。この辺にポツンと漁師小屋、漁師小屋じゃない、登山者の休憩ポイントみたいな。いやー、これぐるぐるしてるだけだね。ぐるぐるしただけだわこれあー、やばいやばい、疲れがやばくなってきてるぞ。2キロ以上重いもの持ってるわ。はあ、開けてるけどなんもないね。いや、なんもねえわマジなんもねえこれ。また新しいなんか部品が落ちてますね。おお。どこの山なんだっけ？翼。ウィング。新しいものを見つけてるってことは、進んでるってことですけども。この山かな？やばいぞ。捨てよう、もう、どんどん。捨てるしかねえな、これ。少しでも重くじゃない、軽く。ちょっと、捨てるものがねえわ。いや、ほんとなんもないね。ああ。とりあえず今回はちょっと長すぎる感じもするので、ここまでにしようかなというところなんですけど、休まないとセーブもできないからねどっちにしろやっていかなきゃいけないっていうことですよ。ありそうだけどな、ここら辺。あっち側に行けっていう感じで木が倒れてる。この上から見えたり、渓谷だな。これ、さっきの小玉渓谷とか、え、ちょっと待って。やばい。疲れがやばい。赤い目みたいな、出てきてる。危ない。ここ危ない。よし。あいって、なんてなんで、今なんもしねえわ。松明持ってただけだわ。いや、松明持ってんの右手だわ、これ。左手なんか取り付いてる、まさかの。あ、霊的なそういうシステムもあるのか、このゲーム。怖いな。え？マジねえぞ、これ。休憩場所ねえぞ、これ。どうする？どうする？疲れやばいね。やばいって言いつつなんかちょっと持ってるけどね。うん、小屋、そろそろ小屋あってもいいんじゃないか。ねえわ。ねえ。もう歩くしかない。あ、洞窟。
なんもなしと。やべ。いやー、これ死ぬかもしれん。ああ、健康状態は一応 100% ですね。まだ疲れ完全に減ってるわけじゃないから、ギリギリ持ってはいるけど、疲れゼロになったらどうなるかわからんぞ。ないな、こっちかな。こういうところからちょっと見てみないと、小屋があるかどうかわからんね。こっちじゃなさそうだな。まずどの山にも機体があるのか本当にわかんないな。どこを目指してるこれ今。迷路だわ。いや、やばいな。18キロだから4キロ以上ちょっと持ってるね。重く。あ、あんなとこにロープある。いや、あれ登れねえぞ。疲れ、これ完全にあれ登ったら終わるな。疲れなくなるな。ああ。登ってみるか。うん。まあ、これで、お亡くなりになったとしても、まあ、次のね、データで登るということにしよう。もう、後にも先にも行けないからね、本当に。あのね、もうスタミナがねえんだわ。このスタミナが回復すればいいのかな。疲れ切っている。かつてないな。よいしょ。よし、全然スタミナが足りん。日暮れまであと3時間だね。いや、寝袋忘れたのがミスりすぎたね。さすがに。寝袋持ってると思ったもんな。うん、持ってないね。寝袋さえあれば普通に多分、ね、登りきれてたんでしょうけど。このくらいじゃいけないな、多分。マックスで行かないと。いやー、皆さんもね、登山するときはぜひとも寝袋をね、持ってきた方がいいかなと。まあ、とりあえず寝袋だけかな。うん、寝袋あれば大丈夫っていう感じですね。あの、もう疲れがないね。疲れ、限界値いったね、これ。限界突破しようか。うん、限界突破するか、これ。マックスまで行かないと多分無理だ。あ、なんだなんだなんだ、登れないってなったぞ。お。あ、え、登れな、の、死ぬ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 、これ。絶対落ちるわ、途中で。え、これどうしたらいいの？極度の疲労。15キロで止まってますね。いや、どうするもこうするもないね。登ることもできないけど、拠点を見つけに戻ることもできないぞ。食い物以外は置いていくしかないか。はい。そんなわけで、ちょっととりあえず今回はね。So tired. I'm so tired って言ってますね。うん。ちょっと今回はここで終わろうかなと。
で、撮影会の方でね、アイテムとかここら辺もほとんど置いて、食い物とか薬のちょっととか以外はほとんど置いて、拠点探しに行こうかなと。もしかしたらこの上にね、拠点があるかもしれないんで、もうそしたらもうどうしようもないですけど、そんなわけで今回はね、長くなりましたが、登山に来てみたということで、次回かその次ぐらいでは登頂しきりたいなと思います。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。次回の動画もお願いします。